自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、生理痛。今回も福田病院産婦人科医関東由紀子先生です。子宮内膜症について教えてください。子宮内膜症とは、本来子宮の中にあるはずの、子宮内膜の組織が子宮以外の卵巣、腹膜などで増殖、剥離を繰り返していく病気です。子宮の内側から剥がれ落ちた子宮内膜組織が通常は月経として体の外に流れていきますけれども、子宮以外の場所で増殖した場合には、そこで炎症や痛み、癒着の原因となっていきます。またひどくなると不妊の原因にもつながっていきます。患者が増えている理由は、子宮内膜症には女性ホルモンが深く関わっています。現代の女性は子宮を迎える年齢が早くなっていることに加えて、晩婚化や少子化などが進んで、より多く長い期間女性ホルモンにさらされている時間が増えていると考えられています。そういった理由によって子宮内膜症にかかる方が、そういった患者さんが増えていると考えられています。早期発見のために大切なことは、自分で困っていると感じた時が受診のタイミングですので、困っていることが少しでも改善されることが私たちの務めになりますので、何でも気軽に相談してもらえればと思います。子宮内膜症の自覚症状で最も頻度が高いものはやはり生理痛です。しかもその生理痛は月経の回数を重ねるごとに痛みが強くなっているのが特徴で、それによってやはり生活に支障が出る、例えば寝込んでしまうとか、そういったことがある場合には子宮内膜症を疑っていいと思われます。また排便時痛、もしくは性交痛、そういった生理以外の時にも痛みが出る場合には、やはり子宮内膜症の存在が考えられます。ご家族、例えばお母様や、姉妹、子宮内膜症というふうに診断された方がいらっしゃる場合は、なるべく早く婦人科の受診を考えてほしいと思います。早期発見により病気の進行が抑えられたり、症状を軽くすることができますので、将来の不妊を予防するためにも早めの受診をお願いいたします。閉経までという長い間付き合う生理の悩みは、気軽に産婦人科に相談してほしいと思います。産婦人科は妊娠・出産だけでなく、一生付き合える女性のかかりつけ医です。自分の体を知って素敵な女子ライフを。